い、毎週お木曜生ゲッチャー司会の山ちゃんです。ゲーム紹介者の教授です。はい、ダイジェストでね見てる人もいると思うんですけども、はい、生だとねもっと盛りだくさんでね、そう盛りだくさん1時間で、はい、カットされちゃうようなことも、ね、そうなんですよ ね、はい、ぜひも生放送見てください。はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。よろしく、よろしく。で、その隣にいるのはこちらのゲスト、水野ゆかりちゃんです。はい、今週は水野ゆかりです。はじめまして、皆さんこんばんは。こんばんは。あだ名がリンゴって言うんですけれども、突然ですけども、なんでリンゴかって言いますと、はい、高校生の頃にゆかりんごっていう風に高校の先輩から呼ばれてて、だんだんね、自分の名前の方がはしょられてリンゴになってまして、最近はもうずっとリンゴって呼ばれてますので、皆さんもよかったらリンゴって呼んでください。リンゴちゃん、はい、私ね普段ね歌手なんですけども、その他にも作詞の提供とか、あとラジオのパーソナリティと、あとテレビのキャスターをやっております。キャスターとか言ってんだ。キャスターできるのっていう意味ですか。違う違う違う、すごいなと思って、そんな響きでしたよね。今すごいなと思って、そんな見えないなと思って。いやいや、見えないんです。そんなやってる風には見えないなと思って、はい、そういう意味ですよねひどいなぁ山ちゃん違うすごい見える、見える本当ですか。最初そういうテレビの人かなと思った。キャスターっぽかったですか。うん、ドキドキしてる、いろんな意味でどうしようどうしようって冗談です、ごめん。リンゴちゃんっていうのはさ、なんでリンゴなのかなと思ったんだけどさ、はい、ゆかリンゴから来てんだね。そうなんです。なんか昔ここがこう赤くてリンゴちゃんって言われたのかなと思った。今でも時々赤くなりますはい、そんなこんなですねちょっと聞いてください、はい、ゲームがね、偶然にも大好きなんですよ。マジで。はい、最近ハマったゲームは、最近ハマってるゲームはね、ファミコンの鬼太郎です。アクションの方の鬼太郎。ファミコンかよ大きい。はい、大きいんですよ。見えますか。これがですね、なんと7台付録付きの特典付きの初回特典版、予約限定とかじゃなくて、はい、予約限定というか、これはお店で売ってるんだ、ね、はい、一応売ってるみたいなんですけれどもですね、はい、こちらの方を手に入れました。で、実際のパッケージはですね、こちらですね、はい、こういうものなんですけれども、アップになるかな、ちょっと抜けますね、はい、こちらの方が店頭に並んでおります。はい、でですね、こちらすごい、もう見ていただけると分かるんですけど、でかいんですよ。でかいね。はい、これの中にはですね、なんと7台付録というもので、7つの付録がついております。ここにメールは、分かりそうなの、分かりそうなものがありますよね。これ紙相撲。へえ、はい、今プレイしているのはですね、仙台と言われる、実際に自分がプレイすることになるキャラクターのお父さんがまず、戦に出かけるところからお話が始まります。これは前作からお話が続いたりするんですか。そうですね、アルマムーン王国という王国が、まず平和になるところから始まるということなので、はい、前作をプレイしている人たちはもしかしたら懐かしいところが出てくるかもしれないですよね。はい、幕がすごい。そうなんです、ちゃんと幕が出てくるんですけど、なんかすごい強そうなやつが出てる。そうです。これがですね、3D のボスなんですけど。3D だね。はい。よく見てください。ほら、3D なんですよ。しかも強いの。めちゃくちゃ強いので。1938対90だよ。そうなんですよ。あ、本当だ。こんなの勝てないよっていう感じなので。で、これが卵を召喚するところになります。なんか来た。そう。かぼちゃが来た。そうなんです。これもね、キャラクターなんですけども、この人が召喚をしてくれるんですよ。みこさんみたいになってますね。そうなんですね。みんなでこうやって踊って召喚するんですけど。ふんだら。お尻見せてる。ドバビがふんだって言ってるんですけど。本当だ。お尻脱いでお尻見せてるんだ、あれ。そうなんですよね。お尻見せることなんか意味あるの。何よりも楽しんでもらいたいっていう要素がね。すごい楽しい。来るか？はい、来ました。ダン！でこのね、卵もいろいろ種類がありまして、それが馬、
スローケンタ、スローケンタ、なるほど、スローケンタ、はい、中にはですね、ファイナルファンタジーに登場していた召喚獣のもじってるキャラクターなんかも出てたりとかして、そうか、いましたよね、確か、あ、いなかった、あれ、あ、こういうのいないかもしれない、適当に言っちゃいました、すいません。でも、ね、中には本当に知ってるような召喚獣がもじられて出てきたりとかするので、そういうパロディーの世界なんですね。そうなんですよ、かなりパロディー、なんか強そうじゃない、でもでもね、ミニコ、いや、弓矢が戻ったって戻った、そう、16のダメージ、そうなんです、やっぱりね、肉弾戦で戦うよりは、うん、この卵で戦った方がもちろんね、うん、でも相手は余計強い攻撃を、なんか、はい、一発目のソフトは篠原教授でした、はい、はい、ありがとうございます。2本目のソフトの紹介いきたいと思います。2本目のソフト紹介してくれるのはアキラです。はい、どうもアキラでーす、ということで、ビューティフルジョーの T シャツです。はい、カプコンから発売されましたビューティフルジョーですね。はい、今日ですね、朝買ってきたんですけども、はい、某カメラ屋さんで買ってきまして、うん、一応これ買うとですね、こう T シャツが今ついてくるんですよ、うん、へー、はい、S にしますか M にしますかって言って、僕あの S ですって言っちゃったんですけど、ちょっとプレート間違ってました。はい、服のサイズだったんですね。はい、ということでですね、ビューティフルジョーを紹介したいなと思うんですけど、はい、わかりました、先ほどは半熟ヒーローだったでしょ、はい、今度ビューティフルジョーっていうことで、うん、今日はヒーロー対決なんですよ、はい、いや、これもヒーローなんだ、これもヒーローなんですよね。でもこれ一瞬鉄拳かと思った。この野郎ごめんなさい。まあ、ストーリーはね、ただ映画館に彼女とデートしに行ったら、うん、映画館の中の、キャプテンブルーっていうやつがいるんですけども、はい、ヒーローが、うん、そいつがやられちゃうわけです、映画の中で、うん、映画の中で、映画の中でやられちゃうんですけども、うん、そこで急に映画のスクリーンからその悪者が出てきまして、出てきちゃうんだ、出てきちゃうわけですよ。あ、これ映画、映画なんで、映画の何、スクリーンから出てくるの、出てくるんですよ、悪者が、そうです、へぇ、サダコ見てく、サダコ見てく、出てくるんですけど、彼女が連れていかれちゃうんです、映画の中に。連れていかれちゃうんだ、そう、でそこで自分が映画のスクリーンの中に入って、うん、そのキャプテンブルーから、このヒーローになれと、うん、君が行けと言われるわけで行くわけですね、うん、なんか落ちてたよ、ほら、自分が入ってきたわけです、こうやって。なんで自分入ることになっちゃったの、流れじゃないですかね。流れ、こうです、変身、かっこいい、ほらほらほら、ほんとだ、ピーンってこうやってビューティフルジョーになったわけですから、これがビューティフルジョーなわけだな、これでジョーな、これで初めてビューティフルジョーなんですね。おー、かっこいいね、いつの間にかマッチョですからね、うん、でこれ、こいつはここでスローが使えるようになると、うん、まあ、これも一番初めにどういうことができるかという説明があるんですけども、はい、こうフラフラしている間にスローを決めてパンチを入れると一発で死ぬんです。おー、でこれも下に来たから上でジャンプスローにしてパンチ、おー、全然ね、破壊力が違うね、もう下にかかんで、これ中ボスですね、こいつもここでスローを決めて、とてもなんかかっこいい、キャラがね、結構全部ね、うん、個性的で、必殺技とかね、必殺技、ビューティフルジョーの必殺技があるんですけど、まあ、基本的にスローですね、スロー、スローが必殺技なの、必殺技、これが、おりゃー、ほんとこれ、進んでいくと、ピストルなんか持ってるやつがいまして、敵でマトリックスのように、へー、避けてるんですよ、なんかついて回ってません、これコインなんですけど、これでコインを入れて、これスロットね、僕よくスロット行くんですけど、うん、こんなことがしてみたかった、おりゃスロットが見える、あーなるほど、ねえって、これ V を合わせなきゃいけないんですけど、うん、こんなスロ、こんな目があった、動体視力があったら、ほら V、 あー本当だ、あ、それで一個ずつ止められるんだ、そう、こう来たら、来た V、 もう誰でもね、もう連チャンですよ、これすごい、 V、 ビューティフルスローと、こう鍵が出てくるわけですよ。見てくる情報でした。はい、はい、本日ですね、2本紹介してきたわけですけれども、はい、リンゴちゃん、はい、どうでしたか。やっぱり、うん、10年前にクリアできなかった半熟ヒーロー、半熟ヒーローね、うん、あっちをクリアしてみたいのと、うん、今ビューティフルジョー、はい、うん、筋肉はいいですね、筋肉、ちょっとマッチョ系がいい、マッチョ系、自分がなりたいんですけど自分がマッチョ系になりたいんだ。ちょっとね、
もいつも思うんですけれども、はい、早く終わりすぎるんですよね。あ、こういう気持ちがおかしいですよね、この方。じゃあ私が、おい、B 型この野郎得意技があるからちょっとやりますよ。何、はいはい、声技なんですけども、はい、古い館の扉の開く音、まあ、コンコン、情景が見えてきたね。そうでしょ、はい、うん、見えてきた、見えてきた。よし、はい、あの、最後やんな方がいいと思います。なるほど。あ、最後一個は、ね、世界ウルルン滞在記のナレーション。いい、うん、水野ゆかりが笑った。俺、それもできるよ、俺。うん、やってくださいよ。水野ゆかりが行く。あ、似てる、似てるでしょ似てるはい、ですね、はい、ということで、放送は7月3日の放送です。はい、木曜日の8時からまた、ラムラケッチャー。はい。はい、じゃあ最後、あの、なんだっけ、ドアの音。あ、さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。